まあ、消火器内部点検中です。安全線外して、カッターの動き確認しています。こちら、復旧作業なんですが、もしもですね、この状態で安全線が抜けていてこういった状態になると、ここをですね、誤って握ってしまうと、カッターが下がってですね、加圧用ガス容器が破られて、消火器、消火薬剤が放置されてしまうので、必ずですね、このような形で、こちらに通す形でですね、すると安全線をつけるとロックがかかります。間違えてですね、こう下がっているときに例えばこういうふうにつけてしまうと、この状態でもですね、外見上安全線がついているように見えるんですが、押すとですね、押せてしまうので、必ずですね、こちらを上げて、この消火器の場合ですね、こういった形でロックするようにしてください。